ド土クフが陸軍の精鋭部隊として編成し、フランス軍事顧問団の直接指導を受けた西洋式軍隊のこと。母親戦争では旧幕府軍の主力となり、隊長の大鳥啓介は、函館政権において陸軍最高位の陸軍奉行となった。1867年1月13日にシャノワーヌ、ヤブリネなど15人のフランス軍顧問団が来日し、幕府の勘定奉行、 小栗忠政が主導して創設され、士官、不評、方兵、騎兵連隊教育がなされた。しかし鉄砲担ぎを敬遠し、旗本の応募はほとんどなく、兵士には、バクト、ヤクザ、クモスケ、バテイ、引しなどの江戸のブライノトが長母により集められた。号令はすべてフランス語で行われ、当時最新鋭の装備を誇っていた。 なお、装備は、中日甲子レオンロッシュを通して購入され、この時、フランス皇帝ナポレオン三世から二中隊分ずつの、野方、三方が、伝習隊に送られている。幕府陸軍の不評隊は、江戸城塞の丸下、大手前、小川町、三番町に設けられた屯所に入営したが、伝習隊も同様であり、大鳥啓介のもと、大手前の第一大隊、小川町の第二大隊、 三番町の第三大隊が編成された。当初は四大隊であったが、小川町の一大隊が、幕府陸軍第六連隊に吸収されている。1868年1月のとば、伏見の戦いでは伝習隊の一部が、幕府陸軍の一部隊として参戦した。同年2月から4月にかけて、江戸会場時に、江戸の旧幕府軍の多くは新政府に基準したが、 2000人から3000人の幕府不評隊や新選組などが江戸を脱走。伝州第一大隊、第二大隊も大鳥圭介に同行して1100名ほどが脱走した。脱走した伝州隊などの約2000人は5月4日に下宇佐市川の河野台に集結して大鳥圭介を総督・肘方俊三を三謀として部隊を編成した。その後、北関東に向かい、 両層隊や管理隊などの合流を受けて兵力を増加し途中の小山で西軍を撃破したさらに宇都宮へと進軍宇都宮を奪還したさらに別行動をとった総風隊回転隊などの旗本指定の部隊約700人も合流北関東から北陸合図と転戦激戦となったボナリ峠の戦いでは大きな被害を出したその後 不評体式は、大川章二郎、士官体式は、滝川重太郎が行い、北海道正樹の二股口の戦いでは新政府軍、小前正五郎の軍を敗走させている。最後は、五稜郭へ向かった。1869年6月27日、榎本武明を筆頭とする、五稜郭の旧幕府軍の降伏に従い、伝習隊も降伏して解散した。こうして、 母親戦争も終わった。一方、伝習第三大隊を、主とする千二百人余りは新政府に基準し、うちに古中隊が、長州藩参加の規制隊として、新政府に編入され、暴走半島の陳部活動や欧州に転戦し、1869年には、函館に向けて出陣し、脱走幕府軍を攻撃している。ありがとうございます。